なたは何者なの？あなたとコスモスはあの人とどんな関係があるの？かの女はメシアの伴侶、我が躯体はマリアの肉体、コスモスの中に眠りしはマリアの意識。コスモスの中のマリアが目覚めし今、それを取り込むことで私は真なるマリアとして復活を果たす。コスモスは仮の器に過ぎない。マリアの意識、マリアの復活。待って、彼女の復活に何の意味があるの？ケビン先輩は何をするつもりなの？何も知らんのか、鍵たるお前が、マリアの巫女たるお前が。マリアの復活はあの方の望み、散逸する意識の収束、魂の再生こそがマリアの使命。マリアが使命を果たすとき、ザラトゥストラは語り出す。邪魔立てするならばただではおかない。そう怯えないで、あの方の手前、殺さぬ程度に加減はしてあげるから。大丈夫ですか、シオン？コスモス、あなたたちは一体？シオン、今の私はマリアであってマリアではない。心とは刻々とその形を変えるもの。そうではなかったのですか？でもテロスはあなたを取り込もうとしているわ。そうなったらあなたはテロスとの統合に、真なるマリアとなることに何の意味があるのかはわからない。その使命が何をもたらすのかもわからないです。不良品が私に逆らうというの？いつぞやのようにバラバラにされたいのですが、テロス、あなたの存在が私の友に害をなすのであれば、私はそれを阻止します。面白い、存分に楽しませてちょうだい。